よろしくお願いします。今日はですね、今準ミックスボイス練習されている方に向けてちょっとまあ一つね励みになるお話というか、まあ私がミックスボイスを練習してきて、まあどれぐらい時間かけたとか、どんな練習してきたとか、どこでミックスボイスのコツをつかんだとか、ちょっとその辺のまあこう練習してきた私の経験談というか、まあこれぐらい時間かかる理由がどういうふうな理由なんだよと、あとその長いことかかったけどでもミックスボイスつかみどころない発声練習ですって、その練習の中でこれがあったからもう結構練習がはかどって成長したよっていう転換ポイントもありますので、ちょっとお話ししようと思います。ちょっとぜひご自分の皆の練習のこうヒントにしてもらえばと思いますので、まあ、ただね自分の思い出話するつもりはありませんので聞いてもらえばと思います。まあ、一応練習大体私は25歳ぐらい、いや24歳かな、始めましたミックスボイス、この言葉を知って、それまではもう我流でね、うわーそうだー大体早くーみたいな、こんなひどくないですけど、やっぱり地声の張り上げとか締め付けで、こういうヘッドアップってこう上にね喉を顔を向けて喉を締め上げるっていうダメな発声をしていました。でそれをダメだってことを気づいたのは、まあ結局やっぱり歌ってて苦しいんですよ、痛い喉がすぐ潰れるので、歌ってすぐもう2曲目とか歌えない、こんなのはもう楽しくないと、やっぱり歌ってて全然面白くないし、友達とカラオケ行っても自分ばっかり1曲2曲でも全然ボロボロで、友達はずっと歌ってるのになんか自分ばっかり1曲2曲で終わっちゃう、もうすごい絶望でした。でこれは多分間違ってるだろうと、まあそれは感覚的に分かるわけです。もう普通にプロのアーティストだったら歌ってる 何曲も歌ってるのに、自分はそれを歌って1曲で終わると、多分それは間違ってる、なのでどうしたらいいかって調べたら、まあミックスボイスなるものがあると。でその言葉からその発声の練習方法とかそのコツなんかをちょっと調べたり、まあちょっとほとんど独学でやってました。まあ自分で練習して、まあネットで調べたり本読んだりとかして、で自分で練習してたんですけど、ちょっとまあポイントポイントでレッスンしていって、まあここの部分だけ弾いて、あとはじゃあまた自分で練習して、基本的には独学でやってましたと。で大体24、5歳から始めて、まあ正直言うと最初の 2,3 年はもうほぼ何にも何にもってわけでもないですけど、あんまり伸びなかったです。 2,3 年もやってですね。でまあその何で伸びなかったかっていうと、その感覚がいまいちよくわからないっていうことと、その動画、その時はまあ動画なかったんで本とかインターネットとかでね、やり方を調べるんですけど、なんかいまいちよくわからない、正直言うと。で皆さんも多分わかると思うんですけど、練習する時、まあ多分自分で練習していろいろ情報を調べて、動画とか今あると思うんで、動画で解説動画見ると思うんですけど、いまいちわからない、わからんていうか、その説明聞いてなんとなく、あこうするんだなって、練習の方法は聞くんだけど、いざ自分でやってみて、じゃその練習やった上で歌ったとしたら、その自分が出したい音域まで出せてるかっていうと、なかなか出せない。それの葛藤がすごい長かったです。もう何年間もずっとどうしたら上手くなるのかっていう葛藤がありました。でそのじゃあ自分にとって分かりやすい感覚ってなんだろうっていうのを、まあ、練習方法はいろいろ試しました。もういろんな先生とか本とか見て練習方法を試しました。でその中で一番良かったのは、まあ、前の動画でもちょっとお話したんですけど、泣き真似をするのが一番もう自分の中での転換でした。そこからミックスボイスの発声の、まあ、質、あとその音域が伸びるスピードも段違いに上がりました。まあ何かっていうと、みたいな感じですね。まあ今もうミックスボイスの感覚を自分で掴んでるので、泣き真似をしたつもりですけど、だいぶミックスボイス感が出てますが、なんかその泣き真似がなぜ良かったのかっていうと、みんな泣く時ありますよね、おそらく。まあ大人になってんだけいつ泣いたっけなって思う人いると思うんですけど、泣く感情が歓喜や、まあ、悔しくて泣くとか悲しくて泣くとか感動して泣くとか、まあ、いろんなパターンの泣くはあるんですけど、まあ、何でもいいと思います。もう涙が出ても悔しいでも悲しいでも辛いでも、まあ、あんまりいい表現がないですけど、感動したとかでもいいです。泣いた時の感覚を思い出してほしいんですけど、喉の状態がこういうふうに
でこうおえつが出るようなこうな感情関係まで泣いてる時って、こう喉の声帯の状態をぜひちょっとね感覚は思い出してほしいんですよ。結構声帯のテンション、まあ高い声をハーって出す、裏声でよく出せる感じのハーってテンションがまず泣き真似の時にはされやすいです。全体のテンション、あーっていうか、あんまり低い声でドゥーって泣く人はあんまりいないと思うんで、泣く人はうーってこうやっぱり高い声で泣くと思うんですよ。まあ声を出して泣くってこともなんかないと思うんですけど、声帯の状態っていうのは泣くとうーってこう高い声、声帯のテンション、裏声の状態の時の声帯が作れるので、まあミックスボイスのヒントになる。さらにこの裏声で声帯のテンションができるからいいじゃんっていうのだともう全然それは間に合わなくて、そこに太さを取りたいと。で太さっていうのは声帯の閉鎖なんですけど、泣き真似の時はなんと声帯のテンションをしながら閉鎖もできるんですよ。いやーみたいな感じで、まあ閉鎖っていうのはまあこうエッジボイスのあーとか、こう声帯をこう喉をですね前にこうギュッとこう普通に喋ってる時は一応閉鎖、まあ軽くできてます。で裏声のはーっていう時は声帯が開いちゃってますと。でこれを閉じることによって太さできるんですけど、それを泣き真似をすることによってってこう、あんまり裏声の声で泣く人いないと思うんですよ。みたいな、まあたまにいるかもしれませんけど、本当に悔しいとかもうガチ泣きしてる時ってこうってこう声帯のテンションと閉鎖、つまりミックスボイスの声帯の形がなんともできちゃうんですよ。でそれをもう本当にいろんな発声方法を練習した、ダメだった私がでもそれをやって、泣き真似をやって、である程度その声帯のテンションと閉鎖を同時にやるっていうことを覚えて、でそれである程度そのいろんな発声練習をもう一回やったら、あなるほどこれで声帯のテンションしつつ閉鎖をするんだっていうのをこう感覚として泣き真似で分かった上でいろんな練習をするとさらに伸びが良くなりましたと。なのでまあ転換、私のもう本当にミックスボイスをやって、あここはここで変わったなっていうのはもう本当に、例えばなんだろう28歳ぐらいですかね、24、25歳でスタートして、まあ3年ぐらいでしょうか、3年ぐらいでようやくなんかの本でね出会ったんですよ。こう泣き真似、なんか赤ちゃんがキャーって泣いている表紙のだったと思います。ちょっとこれあのもし覚えてたら、あの中で見つけたらちょっと紹介します。泣き真似、赤ちゃんがギャーってやってるあの状態の本、あの感じの表紙の本を見て泣き真似というので、あのミックスボイスの発声のヒントをつかみました。でそこからまあ27、8歳でそれを覚えて練習していって、まあ30になる頃、その泣き真似を覚えてから、練習を始め続けて1、2年でまあ大体出したい、まあハイCが結構目標だったんですけど、このなんなーっていうこのハイCが出るようになったのが、まあその泣き真似を覚えてから1、2年ちょっとぐらい。だからもう2、3年苦労してたのが、泣き真似を覚えることによってその半分以下の期間でマスターしちゃったと。今までの苦労は何だったのかっていうぐらい、まあちょっとだから、まあ泣き真似が皆さんにとってそれがヒントになるかどうか分かりませんが、まあこの自分で声帯の声テンション閉鎖響きミックスボイスに必要な要素をまず感じて実感してもらって、それはどういうモノマネ、まあフクロウとかいろいろ猫のモノマネとかある中でいろいろ試してみて、これかなっていうのをこう喉でまず感じてもらった上で、いろいろ発声練習とかコツ練習の知識なんかをこう活用してもらって確かめてもらって、でそれをいつでも再現できるようにするっていう練習になるので、まずはもう感覚ありきですね。もう自分であこれだっていう感覚をつかめる、いかに早くつかめるかがもう上達のもう鍵を握ると思います。まあ私自分の、 あの過去のその転換点を泣き真似で、ね、そこからスピードをアップして成長したのを思い返しても、感覚をつかんだのが大きかったなっていうのが、まあ、一番あります。でやっぱり歌をねしっかり歌えるようになると、もうやっぱり自信がついて、まあ、やっぱ歌も楽しくなるし、まあ、その自信というか歌えるようになって、まあ、自分でサークルやったり、その音楽仲間を作ったりとか、まあ、ライブなんかは一応やったりやらなかったりですけど、まあ、やっぱりこういう関係、仲間も増えたりしました。なのでこういうあの音楽とかね、歌とかミックスボイスなんかもそうですけど、やっぱりやって、まあ、まずやって努力する力がついたり、達成して自信がついたり、まあ、そういったところからこうやっぱ行動力、その仲間と一緒に何かをするっていう、まあ、サークルだったりもあるんですけど、そういう行動力にもなったりするんで、まあ、いわばもう人生が変わります。やっぱりその自分ができないまま悔しいままこう終わるのもすごいなんか嫌
嫌じゃないですか。目指したものはできればね、いや達成していきたいと思うので、まあ、そういったことをミックスボイスの、ね、練習で体験できて、いわゆる人生が変わる、自分が変わるっていう感覚も身につけられると思いますので、まあ、ぜひね、ちょっとまあ今回の体験談がどれだけ役に立つか分かりませんが、まあ、ミックスボイス練習されている方はね、まず感覚、自分でミックスボイスが分かる感覚、まあ、ミックスボイスはできない状態でその感覚をこれだってジャッジするのが難しいので、そういう場合はコメントとかお問い合わせとかね、いただければ何でかこうご説明をできればと思いますので、まあ、その件はお気軽に、まあ、コメントといいねボタン両方ねしていただければと思います。まあ、一応この最後にちょっとお話ししたこう私も自分サークル仲間と、ね、一緒に音楽やるようになったよっていうそのサークルなんですけど、結構その、まあ、概要欄にも書いてありますが、月に1回かな、第4土曜日、埼玉なんですけど、活動してます。なので、まあ、今ね、歌練習頑張ってる、まあ、一人で頑張ってる方、やっぱりその、一人で頑張ってる時って、結構、挫折しやすいっていうか、まあ、一緒に励まし合って頑張る仲間とか、まあ、切磋琢磨する仲間がいる方が、多分、まあ、練習としても身が入るだろうし、逆にちょっと自分で、少し手応え感じてるって人は、ぜひね、サークルでね、みんな、一緒にこう、歌って、この、まあ、なんでしょうね。披露し合うっていうのもおかしいですけど、まあみんなで歌って楽しいですよ。ということで、まあサークルもやってますので、まあその辺もお気軽にお問い合わせ、コメントなどいただければと思います。ということで、もう一個だけ。オンラインサロンも一応準備中です。まあ、この辺はまたちょっと準備中なので、でき次第ご連絡します。ぜひその辺は、まずチャンネル登録して、いいねボタンを押して、で、最新情報をゲットしてもらえればと思いますので、まあ、その辺は合わせてよろしくお願いしますということで、今日ご紹介私の過去のお話と、まあ、ちょっとね、どのタイミングでミックスボイスのヒントを得たかっていうお話をさせていただきました。まあ、ぜひね、練習のヒントになればと思いますので、ぜひ次の動画も、ミックスボイスをお話しますので、チェックしてみてください。では。